新東京はかつて存在した日本の映画館である。同館に先行して浅草公園6区に日本館と大東京を経営した高松と与次郎が開業した。下谷新東京と通称された。北緯35度42分14.62秒、統計139度46分46.33秒同館が全国公開の一番手として公開した。 黒白増史。右杉教授、左、鈴木澄子。1921年頃、東京府東京市下役竹町の、と竹町大通り沿い北川の角地に、高松と四次郎が開業した。1925年には、独立系の映画館として、東亜キネマ、帝国キネマ演芸の作品を上映した。当時の下役には、同館のほか、生徳館、金宝館、 宮古座及び上野鈴本キネマ、イリヤ金美館の経路館が存在した。高松の経営下にあった1926年1月4日及び同月15日には高松と提携関係にあった牧野肖像の牧野プロダクションが制作、配給する黒白造紙、メッシと女が同館を全国公開の一番手として公開した記録が残っている。 日本映画事業総覧昭和5年版によれば、1930年、当時の同館は、当時の観客定員数は492名、工業系統は、松竹キネマ、経営は、勝部秀夫の個人経営に移っており、支配人は、安藤沢吉であった。高松が経営したという浅草の日本館も、この時期には、大田団次郎の経営、支配人兼務となり、 高松の経営する映画館は大東京のみになった。当時の下役には、上記のほか、美濃輪にキネマハウスが加わり、宮古座が上野日活館と名称を変えて、K7 館が存在した。1932年の同館は変わらず、下役内では、生徳館が河合キネマと名称を変えて、K6 館が存在した。1934年10月27日、 経営悪化により3年前から給料の支配が始まり、慢性化したこと、映画説明者が2名しか雇用されておらず、労働強化に過ぎるとして葬儀が始まり、事業主側が個人の名で金一風30円を施行する等を含めた内容で、同日中に円満解決した記録が残っている。この時の従業員側代表は、映画説明者の滝田隆子へであった。勝部は、 この後、同館を手放しており、国際映画年間昭和9年版によれば、同年、すでに経営が、八田慶造の個人経営に変わっていた。八田は、同館を最初に入手した後、大塚館、大塚小築館、板橋小築館、鶴見小築館を含めた十数館を経営した。その後、第二次世界大戦が開始され、1942年には、戦時統制が敷かれ、 日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給により、すべての映画館が、紅系、白系の2系統に組み入れられるが、映画年間昭和17年版によれば、同年当時の同館は、観客定員数は338名、工業系統は、紅系であり、経営は、発田の個人経営、支配人は、飯塚製であった。 当時の下役には、同館のほか、金宝館がすでに閉館しており、かわキネマが三輪大都館と名称を変えて、計六館が存在した。第二次世界大戦終了後も、引き続き営業が行われた。戦後の下や地域の映画館は、上野地区が爆発的に増え、1957年の時点では、同館のほか、三輪山劇場、キネマハウス、 入りや金美館も戦前に引き続き残っていた。同時期の同館の経営は変わらず、発田の個人経営であったが、同館を経営する発田は、1948年には東京都工業組合、日本工業組合のそれぞれの代表に就任。1950年には新東方工業の代表取締役社長、新東方の取締役に就任。 1954年には、かくて夢あり、愛と死の谷間の2作を制作、同時期に新東宝社長を退任した助成セ三郎が設立した、日米映画の取締役に就任している。詩人、小説家の松浦久樹は、成果が同館のすぐ裏側にあったといい、松浦の回想によれば、その小学生から中学生までの時代にあたる1960年代を、 通じて、同館は東方、小畜、東映を問わない三本立ての方が、混映館であり、東映時代劇や東方特撮の様々な旧作を上映していたという。1973年前後に閉館したとされる。跡地には、新東京ビルが建ち、新電エンジニアリング等のオフィスが入居したが、2000年前後以降の現在では、 ダイアパレスをかちまち第3に建て替えられている。戦前まで、と竹町大通りと呼ばれていた通りは、道館が存在したことから、新東京通りあるいは、新東京映画館通りと呼ばれるようになり、現在もその名残は続いている。ありがとうございます。